中日大韓民国大使とは、日本に駐在する大韓民国政府が派遣した、特命全権大使、中日韓国大使などとも言う。1910年より、朝鮮半島を領土としていた日本は1945年8月15日に、第二次世界大戦に敗北し、9月9日に、朝鮮総督府がアメリカ軍への降伏文書に署名。 朝鮮半島北部の市政権はソビエト民政庁に、朝鮮半島南部の市政権はアメリカ軍政庁に移り、その後1948年8月15日に南部がアメリカ軍政庁の統治から離れて大韓民国が建国された。1949年1月20日に中日本、韓国代表部が発足し、東京都中央区銀座4丁目に本部が置かれ、大阪、 福岡に総領事館の前身である代表部事務所が置かれた。1951年10月に在日韓国人の女光皇が東京都港区南麻布に大使館用地及び建物を購入し、韓国政府に無償対応。1962年11月11日に寄贈された。1965年6月22日に日韓基本条約が締結され、 日本は朝鮮半島南部のみを実行支配する韓国と国交回復。同年12月18日に中日本韓国代表部が大使館に昇格し、金ンアズマソが初代の中日本国大官民国特命全権大使となった。2013年6月、南アザブに大使館新庁舎及び大使公邸が完成し、同年7月18日に開館式が行われた。 中日韓国大使館韓国文化院現在、大韓民国は東京都港区南麻布に中日本国大韓民国大使館を設置している。また、東京都新宿区四谷には韓国文化院を設置している。総領事館は日本国内に以下の9カ所設置されている。中大阪総領事館、中福岡総領事館、中横浜総領事館、中名古屋総領事館、 中札幌総領事館、中仙台総領事館、中新潟総領事館、中広島総領事館、中神戸総領事館。ありがとうございます。